こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの、週刊セリカリフトバック 2000GT を作る、こちらの延長号の115号からですね、やっていこうと思います。はい、というわけで、今回ちょっとどこまでいくかは分かんないですけれども、まずキャブレターの組み立てからやっていくみたいなので、早速作業の方やっていきましょう。はい、では115号の組み立てやっていきましょう。115号はキャブレター左の組み立てっていうことで、キャブレターのパーツが入ってます。で、本体の方のやつよりもやっぱりスケールが大きい分、かなり再現は、細かくされてるので、早速組んでいきましょう。で、まずはキャブレターの下側の部分に、ポンプロッドを取り付けてあげます。あのね、僕ね、世代的に言って、割とインジェクション世代なんですよね、僕はね。僕が、車乗り出した時はもうキャブレターの車って少なくなってたんで、一部のね、レース用のキャブレターとかしか僕はあんま分かんないんですよ。だからこれポンプロッドって書いてあると、多分加速ポンプかなんかだと思うんですけど、いまいちね、ちょっとね、よく分かってない。で、上と下をくっつけて、で、ビスで固定。キャブの加速ポンプって言われるやつ、よくね、カウンタクとかスーパーカーの話をするとよく出てくるんですけどね、あれがね、ちょっと何をしてんのかがよくわかんないんだよな。はい、こんな感じでキャブの上下をつけてあげる。で、これがさっき言ってたポンプロッドですね。多分燃料がこっちのキャブのフロートの中にしっかり回るように、こっちが上なのかな、下なのかな、どっちだろう。キャブのフロートの中にオイル、あの燃料がよく回るようにっていう風になってんじゃないかなと思うんですけどね。よくわからん。はい、で次に、フランジの取り付けってことで、パーツが何種類かあって、ちょっとね、説明書の絵を見ながら形を確認して、これと L1、 あ、番号が書いてあるな、裏側に L1 っていう番号が刻印されてるので、 L1 同士をくっつける。こうだってな、向きは L1 同士をくっつけて、で L2 同士をくっつける。向きはどっち、で取り付けたら、こっちのキャブのこの丸い方のところに、このパーツを差し込む。ゆるいぞ。こうとこうでいいんだと思うんだけど、ちょっとね、これ緩いから多分これ接着しちゃった方がいいよなーっていう感じですね。接着しちゃって大丈夫かな。一応プラ同士なんでね、接着は問題なくできるとは思うんですけど、後々外せとか言わないよな。大丈夫やな、大丈夫でしょう。接着してしまえ。
層的につけにくいな。よいしょ。でね、この受けの方の下にちっちゃい突起があるんで、その突起とここのくぼみを合わせてあげるようにしてはめ込んであげます。こっちとこっちね。よいしょ、こういう形。だから向かってこっち側に、この出っ張ってるやつがつくようにいう形で取り付けてあげます。こういう形でつけたら、次に、このホースのパーツ、ホースのパーツを、ここに差し込んであげる。でこの差し込みがね、D の字になってるので、受けの方も D の字になってるから向きを合わせて差し込む。これ D の字になってるせいでね、すごいこのピンが細いんで折らないように気をつけましょう。こういう感じ。これで、一応115号の組み立ては終了になります。でこれはちょっと取り置きですね。取り置きっていう形で、以上になります。はい、はい、それでは、116号やっていきましょう。116号は、ブロバイフィルターとキャブレター右の組み立てということで、まあ、キャブレター前と一緒ですね。ほぼほぼ一緒のキャブレターと、あとその他もろもろブロバイフィルターとかを組み立てていきます。はい、というわけで早速やっていきましょう。でまずは、ブロバイフィルターの組み立てからですねになるので、まずブローバイフィルターのパーツを出してあげます。で、まあ、ブローバイフィルターっていうぐらいなんで、あのブローバイガスですよね。ブローバイガスを硬いなこれブローバイガスを、ろ過してオイルとエアに分離させる、やつだと思うんですけど、こんな形のやつですね。こんな形のやつで、まあ写真を見る限り、でも ここについてるんですよね。ここについてるんで、ここについてるんで、これの先がどっから来てるか、なんかちょっとわからんのですが、こうなってて、から、どっから来てるんでしょうね。多分腰下とかから抜いてるのかな。まあ、多分あのオイルと、空気を分けてあげる装置だと思います。で、この組み立てたブローバイフィルターに、このブラケットを取り付けに取り付けてあげて、こんな感じになります。はい、まずはこれは置いといて、次キャブレターの本体ですね。キャブレターの本体で、またこのパーツ、キャブレター A っていうパーツに、ポンプロッドを取り付け、あれどういった、あ、ここか、はい、ポンプロッド、これはまあ前回と一緒ですね。これを取り付け、なんか若干緩いのも一緒。素材 ABS なので、普通に、ABS がつけれる接着剤であればつけれるので、接着剤つけてあげて、で、上下を合体させて、で、ビスで固定。からビスで固定。よいしょ。こんな感じ。そしたら次に、フランジの取り付けなので、
とこれに、これ、これも前回と一緒で R1 って書いてあるもの同士をくっつける。で R2 って書いてあるもの同士をくっつける。くっつけてあげたら、これを、キャブレターのここに取り付ける。で若干緩いな。ここが緩かったのも前回と一緒かな。ここが緩いんで接着剤をつける。感じでくっつけてあげたら、これで今回の作業は終了になります。でこれは取り置きですね、これは多分ヒュエルデリバリーパイプかな。ヒュエルデリバリーパイプなので、まあ多分この辺のパーツを組み付けてからつけるって感じになるんだと思います。はい、はい、それでは117号やっていきましょう。117号はキャブレターの組み立てということで、まあ、細かいパーツがねかなりいっぱい入っております。これを、前回までで組んだ、こっちのキャブの本体と組み合わせていくという形で作業やっていきましょう。はい、というわけで早速作業していくんですが、まずはキャブレター右の組み立てということで、この R の刻印が入っている、キャブ本体にこの R の刻印が入っている、キャブレター上面右のパーツをはめ込んであげます。これはまあ向きが決まっているのでギュッと差し込んであげる。でこれを差し込んであげたら、この上にこのスターターって書いてるね。スターターと、これスターターもね R って刻印が入っているので、スターターをここにセット、あっと入る。ちょっとね僕もねこの時代のソレックスのキャブってねあんまり詳しくないんですよで、これがフロートアジャスター右、これねフロートアジャスターだから多分キャブの油面を調整してるレバーかなんかだと思うんですけどね。これをここにセット、こういう感じでセットしてあげたら、横に、このシャフトナットをセット。でここはねちょっと僕のやつは緩いというか、ここがね合わせ目になってるところに差し込むんで少し緩いので、ここは接着してしまいましょう。多分接着したって問題ないと思うので、ここは接着してしまう。よっ、こういう感じ、こういう感じで、キャブレター右の組み立てが、あ、まだだ、まだあるな。でこれが付けれたら、次にこれなんか曲がってるな。このスターターから生えてるこのロッドがちょっと曲がっとる、はい、ここにこのスプリングですね、スプリングを引っ掛けてあげるんだけど、これ順番的に逆だな、先こっちだな、こっちのまあスターターブラケットって書いてますけど、スターターブラケットにスプリングを引っ掛けてあげて、それをここにセット。でこのスプリングの反対側をここに引
っかけるんだけど、スプリング長くね。あ、ここじゃないんだ、間違えた、間違えました、通す場所、スプリングを通す場所を間違えた。ここだ、このスターターの下の穴ですね、下の穴に引っ掛けるで、フックを下から引っ掛けて、下から引っ掛けてあげて、でこっち側を一回外して、ここにセットしてからの、ここに固定。あ、飛んでた。これでこう、こういうこと、こういう形、こういう形ですね。こういう感じ、こういう感じで取り付ける。これで、右キャブレター右の組み立てが一旦完成ですね。こういう感じ。これスプリングとかがちゃんとスプリングになってるっていうのはね、非常に質感が高くていいですよね。はい、まず次、左も同じよう、途中まで同じように作業していきます。このキャブレター上面、キャブレター上面をセットしてあげたら、スターターと、スターターとフロートアジャスターを取り付け、でフロートアジャスターはね、さっきのやつと若干ここの突起が、突起の形状が違うので、左右間違えないようにつけてあげる、まあ、裏側に LR って刻印入ってるのでね、それをちゃんと見て間違えないように取り付け、で僕のやつはここ、こっち側は少し緩いので、裏から接着しておきましょう。この辺全部 ABS なんでね、あの ABS がつけれる接着剤でつけとけば大丈夫。こっちも不安やな、接着しとこう。よし、でつけてあげて、そこに、どれ、これか、このブラケット、ブラケットっていうパーツを、どこですか、ここですか、ここに取り付け、このこれはね、ここも左右で形状が違うところの一つですね。これもゆるゆるなんで接着しておく。こういう感じで、横にこのシャフトナット、シャフトナットをまた、こっちじゃない、こっちだ、こっちですね、こっち側にセット。よいしょ、こっちにセットしてあげます。これね、さっきはキャブに対してこっちにつけたんですけど、今回はこっち側になります。はい、で次に、またスプリングを、さっきのスターターのところの穴に差し込んであげて、で、このブラケットを通して、でまた同じようにここにセット、こういう感じ。はい、これで、キャブレター左もある程度完成になるので、次にスロットルストップブラケットの組み立てということで、なんだこれ、これで合ってんのか。はい、このパーツですね、もうこれ組まれた状態
ここにピンが挿入されてて組まれた状態になってるんですけど、このスロットルストップブラケットっていうこのパーツの、ここの穴とここの穴にスプリングを差し込んであげる。上側に入れて、でピンセットあった方がいいな、これは。こういう形、こういう形でスプリングを入れてあげる。これ本来はここがね稼働するんだと思うんですよね。稼働するんだと思うんですけど、このキットに関しては稼働に関しては省略されてます。で、こっちもまあ全てのパーツ稼働させるようにしようと思うと相当大変でしょうからね。まあ仕方ない。はい、こんな感じでスプリングを2つセットしてあげたら、これの内側に、まだこのシャフトナットをここ、これも緩いな、これも接着しちゃおっか。大丈夫よな、接着しちゃって。こことセット、こういう感じでシャフトナットをセットしてあげたら、このリンケージのパーツを、ここの穴に穴の形を合わせて差し込む。奥までいかなくなる。ちょっとバリのせいでね入りにくいけど、きっちり奥まで差し込んであげたら、次に、これをキャブに組み付けていきます。でこう見た状態で、こう見た状態でリンケージが手前に来るようにしてあげて、でこことここ差し込む。緩いな。この辺はね接着する指示はないんですけど、ゆるゆるなんで接着しといた方がいいかなと思います。まあ、あとあともしかしたらね、なんか接着すると不具合が出るかもしんないですけど、下手にゆるゆる動いて破損してしまうことを考えると接着しちゃってる方がいいんじゃないかなと思います。キャブの左右が連結したので、これの上をこのフュエルデリバリーパイプでつないであげる。まあ、これが結構ねごついんで、これである程度固定はできるんですけど、それでも完全にがっちり固定できるわけではないので、それなりにしっかりと接着しといた方がいいかなと思います。こういう感じで、要は、このリンケージ、このリンケージが、スロットルアクセルとつながってて、このリンケージがグッと引っ張られることで、この中のバルブ、バタフライ、中のバルブですね、バルブが開くっていう形に
になるんですよね。で、この左右のシャフトナットっていうのがそのバルブを止めてる、バルブがついてるロッドの、端端、シャフトの端っこの部分になってて、でそれが左右両方ついてる。で今からこれとこれを、次回以降で、また連結させていくっていう感じになるんだと思います。はい、こんな感じ。かなりね再現もしっかりしているので、僕はワクワクするんですけどね、わからない人からするとちんぷんかんぷん構造だと思います。はい、そしたらこれで一応今回の116号の作業は終了になります。こんな感じ。はい、それでは118号やっていきましょう。118号は、インダクションボックスプレートとホースの取り付けということで、まあ、これがインダクションボックスプレートで、こっちがホースですね。であとエンジンマウントと、あとよくわからないキャップみたいなやつ、これ何なんでしょうね、何のキャップだろう、ちょっとわかんないですけど、がついてるのですが、このエンジンマウントとこのよくわからないキャップは一旦取り置きになります。今回は使いません。はい、で、今回使うのはこのインダクションボックスプレートを、前回組み立てたこのキャブに取り付けるっていう形ですね。でやっていきます。で、向きは、こっち側に、このインダクションボックスプレートがくっつきます。要はこれあのエアボックスですよね。エアボックスがここにくっつくと。で位置を合わせてあげ、ピンの位置を合わせてあげて、ギュッとはめ込む。結構はめ込みは結構きつめなので、なんかこうグッと差し込んであげればしっかり止まってくれると思います。よし、こういう感じ。本当はここ穴開いてないんですけど、ここ穴開いてないんですけど、本当はここがね穴が開いてて、中に空気が入るようになってるっていう構造になってます。こういう感じ。はい、で次に、このホースを、このブローバイフィルターってやつに、前116号で組み立てたブローバイフィルターに、このホースを取り付ける。このピンの形と穴の形を合わせてここで差し込んであげると。はい、こういう感じ。はい、そしたら今回の作業は、これで終わりになります。はい、で次の動画、次の号なんですけど、次の号では、インテークマニホールドの組み立てっていうことで、このキャブのこっち側ですね、エンジンと接続する側の部分の組み立てをやっていくみたいです。はい、ちょっと今写真見てて気づいたんですけど、公式がね、公式のこの写真部品1個なくなってますねここの加速ポンプのこのレバー、これが片方なくなってますねまあね、刺さるから大丈夫と思って置いてる、接着せずに、結構渋みがあるから大丈夫と思って接着せずにそのまんまにしてると、気づいたらポロッとなくなってることとかってよくあったりするんでね、不安なところはね、接着できるものは接着しちゃった方がいいとは思います。はい、というわけで、今回の作業はこれで終わりになりますんで、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。